黒いガンダムが存在するなんて。それに全身の光、あの光は最初の白いガンダム、あのアムロレイが乗ってるっていうのか。ファクシズショックを起こした白いガンダムとそのパイロット、アムロレイ。あの黒いガンダムにこちらの機体が反応している。どれだけのサイコフレームを積んでいるんだ。あのモビルスーツ、ガンダムなのか。まるでフルフロンタル、そうじゃないのか。金色のデルタプラス、プロトタイプなのか。黒いカラーリングのガンダム、あまりいい印象は持てんな、リリー少尉。ネオジオンのシャアズナブル、貴様らを援護する。この男が本物のシャア大君、今さら出てきて何をするつもりだ。人間は簡単には分かり合えないのさ、現実には。それを決めつけてしまったら終わりなんだ。だから俺は諦めない。マッケンジー中尉、あなたのような人がモビルスーツのテストパイロットを。このことは内緒よ。ただでさえ軍に入ったからって男勝りだなんて言われてるのに。リリー・マーセラス、名前だけ知っていれば十分だろう。リリー少尉、そんな感情で戦場にいたら飲み込まれてしまう。ミネバを利用したネオジオンのハマーン・カーンがなんで今さら出てくる。お前は流れに乗るということを知らなさすぎる。足手まといにはなるなよ。人間の可能性をちっぽけな自己満足のために潰されてたまるか。可能性か。ニュータイプというやつをどいつもこいつも。やるぞバナージ、人の光を俺たちで生み出すんだ。分かってます。必ずみんなこの中に来てくれる。人の心に反応するシステムに、マシンに飲まれるな。くそ、サイコミが雑念を拾ってくる。言うことを聞け、バンシー。バンシーがもう一機あるだと。3号機があるなんて聞いてないぞ。バンシーが2機。お前も、いや、私がガンダムなのか。協力してくれないか。君には君が思っている以上の価値がある。お前がその仮面の下にあるものを素直に吐き出すというならな、フルフロンタル。ユニコーンガンダム2号機、バンシーノル。解体、封印されたんじゃなかったのか。そうされて当然の存在なんだろうな。だが、まだこの世界でやることがあるんだ。連邦政府議員の息子が軍人だとは聞いた。だがマーセナス、そういうことか。これは敵意か。バンシー、引っ張られるな。拳で戦うガンダム、正気の沙汰とは思えないな。俺の強さ見せてやるよ。あの機体、近接武器だけで戦うつもりか。いくら機動性があっても無謀だ。格闘戦こそが美しいという我が友の理念、その結晶こそがエピオンだ。なんだって言うんだ。お前はどうにも嫌な男を思い出させる。なんだよ、それって言いがかりか。真面目そうな顔しておっかないお兄さんだね。武力介入で戦争を根絶する、その矛盾をどう解決するつもりだ。それは世界と対峙し続けることで見えてくる。
俺はそう信じる。対話のためのガンダムだと？なら見せてもらうぞ、刹那 F 精鋭。了解。だがお前の機体もまた対話を可能とするものだ、リディ・マーゼナス。